皆さんこんばんは、 MK です。今回は新作スマホゲームエイムズで遊んでいきたいと思います。友達みんなで遊べるバトルロイヤル形式のギャングアクションゲームですね。それでは早速やっていきましょう。ビッグマネー本社前の現金輸送車を添えてありますが、この世界は巨大悪徳企業極天グループが支配する極天ドルというお金が全ての世界ですね。私たちはギャングになって街から極天ドルを奪って生き残るというのがミッションになります。51人で遊ぶバトルロイヤルゲームなのですが、最終的な順位は極天ドルの多さで決まるので、制限時間内にガンガン稼いでいきましょう。まずはこちらの ATM を破壊して奪ってしまいましょう。現金輸送車を壊すのが一番稼げるのですが、その他にも ATM を壊したり敵を倒したりすることでも極天ドルを稼ぐことができます。見つけたらどんどん攻撃していきましょう。そして今私が使っているギャングはエレクトラという女の子ですね。スプリンターという移動が速いギャングですので、どんどん走り回りながら極天ドルを集めていきたいと思います。そして声優はなんと戸松遥さん、私の大好きなハピネスチャージプリキュアのキュアフォーチュン役の方ですね。妖怪ウォッチのケータ役でも有名かと思います。このゲームは豪華な声優の方たちが各ギャングのボイスを担当しているので、声優好きな方はそれだけでもかなり楽しめるんじゃないでしょうか。そして BGM も豪華なアーティストが書き下ろした新曲を多数使用しています。豪華な BGM と豪華な声優で楽しめるゲームになっていますね。と言ってる間に MK さんが今1位ですね。このまま逃げ切りたいところではありますが、まだまだ稼いでいきますよ。よーし、じゃあそろそろ現金輸送車に向かっていきましょうか。敵も多いと思いますので気を引き締めて向かっていきましょう。待てよ、まずはそこのエリート兵を倒していきましょう。エリート兵はギャングではないのですが、倒すとギャングレベルを上げることができます。はい、そしてそこにいるギャングも倒していきましょう。 OK、 いいぞ、ギャングレベルが上がると体力や攻撃力が増加していきますので、どんどんレベルを上げて有利に戦っていきましょう。待てエリート兵もいいんですが、手前に今ギャングが通りましたね。なんとかあのギャングに追いついて倒していきましょう。エレクトラは移動が早いので OK、 なんとか追いつくことができました。そしてここでも戦っているギャングたちがいますね。弱ったところを狙っていきましょう。はい、ラスト1体 OK、 いいですね。そしたら極天ドルを取っていきましょう。待て攻撃されているので、ここはダメージガードを使っていきましょう。画面下にある4つのボタンはバレットといって、攻撃力強化や回復など様々な効果を得ることができます。ここも有利に使ってバトルを進めていきたいんですけど、待てちょっと相手に囲まれてしまったので、一旦ここは逃げていきたいと思います。エレクトラの早足でなんとか逃げていきましょう。やばいぞ、なかなか攻撃を食らっているんですが、体力回復持続のバレットを使いましたので簡単に回復することができました。残り2分ですね。今のところ3位か、ちょっと心もたないぞ。待て、現金輸送車が破壊されましたけど、敵に囲まれすぎてますね。ちょっと遠くから狙っていきましょうか。まずいぞ。この辺の極天ドルも拾っていきまして、まだ一応3位ですけど、おっと6位に下がってしまいました。まずいぞ、7位とどんどん順位が下がっているんですけど、一旦立て直しましょう。一番奥の極天ドルを取って、その後なんとか逆転したいと思いますけど、待って、近くに敵がいるんでしょうか。やべえ、転んだ。そう、走っている途中に攻撃を食らうと、こうやって転んで極天ドルを落としてしまうんですよね。それは気をつけないといけなかったんですけど、こっから逆転する方法は1位を倒すしかありませんね。1位を倒せば大量の極天ドルを落とすと思いますので、なんとか1位を狙っていきましょう。いた、今左側に曲がりました。なんとかあいつを狙って攻撃していきたいんですけど、ちょっと体力減ってるんじゃないか。はい、そしたらここどんどん撃っていきまして OK。 はい、なんとか1位を倒して極天ドルを大量にゲットすることができました。うわ、一気にめちゃくちゃ溜まりましたよ。129万ドル、やばくねえか。そんなあること、やばい、待て、ここはダメージガードを使いまして、なんとか切り抜けていきましょう。あと42秒逃げ切れば勝ちだと思うんですけど、まずいぞ。ちょっと待った、ドルを結構今落としてしまいましたけど、まだなんとかなるか。とりあえず体力を回復してからまた向かっていきましょうか。残り30秒どうする。うわ、向かっていくのも怖いな。とりあえず1位なので、あの辺の ATM を壊してちょっとだけ稼いで逃げ切りましょうか。それでキープできるかな。いや、でも現金輸送車はもう壊れているので、大きな金額を稼ぐことはできないと思います。はい、そしたらここの ATM から極天ドルを取りまして、どうでしょうか。はい、残りは5秒、なんとか逃げ切りたい MK さんなんですけど、いけるか。はい、3、2、1で OK。
なんとか逃げ切ることができました。はい、これで MK さんが1位ですね。なんとか勝利モーションも見ることができました。よし、じゃあどんどんやっていきましょう。よし、じゃあバトルも終わったので、新しいバレットやギャングをゲットするためにガチャを引いていきましょう。どっちから行きましょうか。じゃあバレットから行きますか。33枚連続で引けるみたいなので、これをガツンと引いてしまいましょう。できれば SR や UR が欲しいところではあるんですけど、どうなんでしょうか。よし、行きますよ。緊張するな。おっと、ガチャの演出がちょっとかっこいいですね。バキュンと打ちまして、 R が4枚まずいぞ。はい、そしてまた R が8枚。うわ、待って、結構被ってるな。はい、R が5枚、R が3枚、どうだ？R が5枚まずいぞ。あと8枚しかないんですけど、はい、R が4枚、あと4枚、R が2枚まずいって、おっと、来たか、オッケー！はい、SR が1枚当たりました。もう1枚来てほしいんですけど、素晴らしい。まあ、UR は当たりませんでしたけど、SR が2枚出たので、いい方なんじゃないでしょうか。そして、ギャングチケットも当たりました。おっと、これは UR チケットももらいましたね。これがあれば、UR のバレットガチャが引けるようになるんでしょうか。一旦見てみましょうか。違うな。UR チケットが20枚ないと、UR 確定のガチャは引けないみたいですね。よし、じゃあ、ギャングのガチャ引いていきましょうか。こちらではギャングやギャングの衣装が手に入るみたいですね。それじゃあ早速引いていきましょう。緊張するな。ギャングガチャチケットは2枚しかありませんので、この2枚で新しいギャングを引いていきたいんですけど、当たるんでしょうか。はい、ギャングバスがここキーガッと止まりまして、どうだ、新しいギャングお願いします。おっと、足だけ見えているんですけど、嘘でしょ、かぶったエレクトラじゃないか。ですよね。まずいって。なんで？ MK さんエレクトラしか持っていないんですけど、なんでエレクトラが出てきたんでしょうか？これって被ったらどうなるんですか？極点ドルがもらえるんですね。まあ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 、それはありがたいんですけど、そういう問題じゃないんですよ。MK さんは新しいギャングが欲しいんです。そしてできれば可愛い女の子のギャングが欲しいんですけど、そのあたりもよろしくお願いしますよ。はい、ここギャングバスがキーガッと止まりまして、どうなんでしょうか？おっと、エレクトラではないぞ。新しいギャングが出てきました。これはなんというキャラクターなんでしょうか。うわ、待って、かっこいい。なんかでかい銃を持っているんですけど、これは女の子っぽいですね。あなたの名前は何と言うんですか。アンチ。え、待って、めっちゃかっこいいし、めっちゃ可愛い。じゃあギャング早速見ていきましょう。いや、よかった、引いて。ギャングのところでエレクトラさっきまで使っていたんですけど、アンチですね。うわ、待って、よく見るとめっちゃかっこいいし、めっちゃ可愛いですね。そして衣装を持っていれば変えられるみたいなんですけど、 MK さん新しい衣装は引くガチャチケットがありませんでしたので、とりあえずこのままやっていきましょう。そして今回当たったギャングはギャングタイプが違います。さっきのエレクトラはスプリンターという移動が速いギャングだったんですが、今回はハンターという射程距離が長いチャージ攻撃が得意なギャングですね。そして今紹介したスプリンターとハンターを合わせて全部でギャングタイプは4つあります。残りの2つがアサルトとタンクなんですが、アサルトは相手をキルするのが得意で、タンクは体力が高いという特徴があります。このあたりもうまく使い分けながら戦っていきましょう。よし、じゃあ早速2回戦やっていきましょう。初めてアンチを使うのでちょっと緊張しているんですが、アンチの声優さんは私も大好きな結城葵さんですね。まさに今放送中のヒーリングッドプリキュアのキュアグレース役や、ポケットモンスターベストウィッシュのアイリス役で皆さん馴染みがあるんじゃないでしょうか。よし、じゃあ早速やっていきましょう。アンチはハンタータイプのギャングですので、遠くから攻撃するのが得意だと思います。遠くから ATM を撃っていきましょう。ケイかっこよ。これで敵をバーンと撃てればかなり強いと思うんですけど、そこまで MK さんうまく立ち回れるでしょうか。なんとか頑張っていきましょう。はい、そしたら極点ドルを稼いでいきまして、遠くに極点くんが見えるので極点くんも撃っていきましょう。もうちょっと近づかないといけませんね。そう、極点くんとかエリート兵はギャングではないんですけど、倒すとギャングレベルが上がりますので、なんとか序盤の方は倒していきたいところですね。はい、そしたらこの辺でも極点ドルを稼いでいきまして、今のところ2位か。この辺にはもう ATM とかはないみたいなので、とりあえず現金輸送車に向かっていきましょう。ちょっとこの直線は長いですね。こういう時はギャングアクションを使いたいと思います。アンチのギャングアクションはワープグラビティ、反重力を使ったワープ移動をすることができます。こういう感じでギャングアクションっていうのは各ギャングごとに決められていますので、いろんなギャングのギャングアクションぜひ皆さんも試してみてください。はい、そしたら、あー待って、そっちじゃないよ。近くにいた極天くんを撃ちたかったんですけど、
けど、極天くんいました、なんとか撃っていきましょう。 K、 そう、ハンタータイプは射程内に入ると赤くこう縁が表示されますので、結構ね狙いやすいんですよ。はい、そしたらまた赤く縁が表示されましたので、エリート兵も撃っていきましょう。 K、 はい、これでレベル6まで上がりました。結構体力と攻撃力も上がったんじゃないでしょうか。そろそろ敵と会っても大丈夫なんですけど、なかなか敵がいませんね。おっといました、遠くの方でドンパチやっているみたいですので、そこに MK さんも乱入していきましょう。乱入といってもハンタータイプですので、遠くから撃ちたいと思います。 OK、 はい、まずは1体倒しました。ちょっとここのエリート兵も倒しておきまして、レベル9になりました。ちょっとまあここも倒しておきましょうか。もうレベルは上がらないんですよね。そう、マックスレベルは9ですので、これ以上はまあエリート兵とか極天君を倒すのは意味はないんですよ。なんですけど、エリート兵は私に攻撃してくる可能性がありますので、倒せるときは倒していきましょう。はい、そしたらまず1体倒したんですけど、残りは逃げてしまいました。よし、じゃあここは広域回収でこの辺りの極天ドルを集めていきましょう。待て、攻撃されているから早めに逃げましょうね。ダメージガードを使ってなんとか逃げていく。 OKOKOK、 うわ、4位になっちゃいました。さっきまで一瞬1位だったんですけど、キープはできませんでしたね。おっと、遠くにいましたよ。赤い縁になっていないので、ここは当たらないか。あと4メートル、うわ逃げられた。マジか、あそこで撃てれば結構良かったと思うんですけど。はい、そしたら近くの ATM を狙っていきましょう。なんか ATM を壊してドルを取っていくっていうすごい世界観ですよね。はい、そしたらここの極点ドルも回収していきまして、おっと、そんなことを言ってる間に現金輸送車が撃破されてしまいました。 MK さんは一気に8位まで落ちたんですけど、こっから1位になるためには1位を倒すしかないですね。の前に待てよ、この辺りに極点ドルが大量にありますので、広域回収を使って回収していきましょう。 OK、 3位まで上がれたんですけど、今持っているのは23万ドルか。そう、このゲームは重量超過というものがありまして、50万ドルを超えると移動速度が急激に遅くなってしまうんですよね。なのでなるべく50万ドルは超えたくないんですけど。はい、待って、そこにエリート兵がいました。なんとか倒していきたいけど、もういいや。ここでギャングスキル使ってしまいましょう。アンチのギャングスキルはリバースグラビティ。この後撃った一発がとてつもなく強くなるんですけど、やめて。待って、エリート兵に撃つのはちょっともったいないんですよね。できればギャングに撃ちたい。 OK、 いました。ギャングに撃っていきましょう。いけー、うわ待って、そう、相手も今ギャングスキルを使いましたね。ギャングスキルを使っている間は無敵状態になりますので、あんまり今食らってなかったと思います。やばいぞ、待て、体力がちょっとまずいですので、ここはギャングアクションを使って逃げたかったけど引っかかってしまった。落ち着け、ここはダメージガードを使って一旦逃げましょうか。うわ待て、そんなことしてる暇ないんですけど。いやでもな、これほらやられちゃうとゲームオーバーなので、やられないようにするのが最優先なんですよ。はい、そしたら極天くんを倒しまして、 ATM をあと割っていくしかないですよね。1位はちょっと遠いので、ここは ATM を割ってなんとか稼いでいきましょう。間に合わないか。うわ、ちょっと悔いが残る試合になってしまいました。アンチはやっぱり難しいですね。もうちょっと練習してからまた使っていきたいと思います。はい、ということで今回はエイムズで遊んでみましたが、いかがでしたでしょうか。 MK さんはアンチをもうちょっと使い込みたいですね。遠くから撃つのはやっぱりかっこいいですので、アルデナンとか1位目指して頑張っていきたいと思います。攻略のアドバイスとしては、なんだろう、なんか現金輸送車を狙いに行くよりも ATM とかでこまめにドルを集めたりレベルを上げたりして、その後に1位を倒しに行くみたいな、その方がなんか最終的な1位は取りやすいような気がしますね。ぜひ皆さんも参考にしてやってみてください。今回紹介したエイムズ遊んでみたいと思った方は、概要欄の方にダウンロードリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方からダウンロードして遊んでみてください。そしてこのゲームの最新情報は概要欄の公式 Twitter や公式 YouTube チャンネルで見れますので、ぜひ皆さんそちらの方もチェックしてみてください。ということで今回の実況はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。